菊池十八街城とは、被護国菊池市の居城であった菊池城を取り囲むように形成された城西群。文献ごとにその対象書城、対象数は異なっており、完成6年の菊池風土記を参照した場合は、菊の城、千戸城、亀尾城、白林城、茂富士里城、井出田城、まだら城、正光寺城、増長城、大城、上尾城、 桂原城、御社尾城、係幕城、シ政城、黄金塚城、戸崎城、内越城の18城となる。菊池18外城は、上田人氏が、日後の菊池氏に述べている通り、菊池軍全体を一つの城と考え、小規模な城塞を密集して、四方の用地に築城して、守備を固めたものである。名称としての所室は、菊池風土記で、著者の渋江松井氏は、 18条は本条である森山の城が、深川からワイフに移ってからのことであると述べており、完成6年前後よりの故障と考えられている。ただし、熊本県が昭和53年に発刊した、熊本県の中世城跡において、移行の定かでないとの指摘のある城もある。時代の変遷とともに、城の対象、数にも変化が見られたが、故障としては18が以上に、 ほぼ統一されている。これは、攻めの千本やり、守りの十八街上という南北朝時代の菊池氏の活躍をわかりやすくイメージさせるためのキャッチフレーズとして今に伝えられている。ありがとうございます。